今回のチャピトラは渋谷のナダマンサ寮をご紹介します。渋谷東急百貨店本店8階、本日の献立はこちら、先付け、イカスミ茶碗蒸し、イカスミと人参あんが美味しい中牧年さんの版画、2品目はお吸い物、新玉ねぎ新序とたけのこが香る。そしてこちらがメイン、天ぷらにアップグレードしていただきました。ナダマンの和の気品、一品一品丁寧に作られています。見た目も味も楽しませてくれます。しっとりと炊かれたご飯も美味しい。いろいろな味が少しずつ楽しめるのが嬉しい。美味しいご飯はおかわりさせていただきました。豊かな食感と味覚が一口ごとに広がります。あんみつも上品、手作りのよもぎ餅が美味しい。人気店だから満席になっています。